修道院北側ルトロネ修道院は南仏プロバンス地方バール県ルトロネに設立された首都海修道院である修道院北部の一部は崩壊したものの現存する建物は1160年から1200年頃にかけて建築されたもので中世建築の姿を今に残す1136年に今日のルトロネから約 20km 離れた フロリエージュに設立された首都会修道院が土地の寄進を受け、1147年にルトロネの地に移転した後、建設したのがルトロネ修道院である。15世紀からは衰退の道をたどり、18世紀には修道士がいなくなり荒廃するが、19世紀以降は断続的に修復工事が行われている。南仏のプロバンス地方に立っていて、首都会は、 世俗の誘惑を断ち切るために人里離れた場所を敷地に選んだ。近くの村から5キロメートルほどの森の中である。プロバンスには死闘会の三姉妹と呼ばれるルトロネ、シルバカンヌ、セナンクの修道院が揃っている。セーベルナルドゥスによって確立された死闘会の建築に関する規則を遵守し、ルトロネ修道院は石の実を 建築材料に人里を離れた丘のふもとの傾斜地に建てられ、内外部ともに装飾が排除されている。ただ多くの場合と異なり、中庭とそれを囲む諸施設が北側に配置されていることは、丘の傾斜を利用した取水設備の利便を考慮したためと考えられる。また、中庭が水平ではなく、傾斜を持つために、それを囲む回廊がそれぞれねじれの関係にあることも、 例外的である。聖堂北側の諸施設には、書庫聖具室、集会室、大寝室、談話室、大食堂、助手師の建物、貯蔵室があり、中庭北部には、荒い手道が設けられている。建築材料として用いられた石は、修道院近くで採掘される、荒く硬い石灰岩である。表面には、荒い凹凸があるが、 各辺は正確に加工されていて、継ぎ目が目立たなくなっている。大きくは、敷地の南側に、正確に東西を向いた軸線を持つ、境界道があり、その北側に、中庭と関連の施設が置かれ、北西側に谷を望んでいる。境界道内部では東端に、半円形のプランで4分の1の一級ドームのかかったイタリ製書が置かれている。 この境界道の軸に直行する両袖狼に、それぞれ2箇所ずつ修道士の礼拝所が並んでいる。新廊にはわずかに円弧の中心をずらした、先頭アーチの断面形を持つボールトがかかり、3体の壁柱で両側から支えられていて、その背後に、側廊が平行している。壁口は2メートル扉程度。壁面にある、小さな開口部にステンドグラスがはめられている。 東西方向を軸に建てられた聖堂は、新郎、側楼、欲廊からなり、東側には、イタリ聖書が設けられ、その左右には、各二つの祭室が並ぶ。聖堂にはわずかに十四の窓が厚い石壁に小さく、開けられている。また、新郎の繊維アーチ断面のトンネルボールと天井と、その全体を分節する横断アーチは、ロマネスク様式を反映している。 建築年代が比較的遅い集会室の天井にはゴシック建築に権限するリブボールトがかけられている。リブボールトを支える円柱の中東にはわずかな浮き彫りが施されており厳しい修道院の中でも心の和む空間となっている。ルトロネ修道院は緩やかな傾斜地に建てられた小さな複合施設で不整形の回廊を中心とした構成を持ち、 その周囲には、半時計回りに、教会堂、書庫、大寝室、大食堂、助手師の建物、貯蔵庫など、生活に必要な空間が付随している。この修道院の全体の配置は、市東会修道院の基本形式とされるものとほとんど一致している。大寝室は2階にあり、回廊、東歩道の東側の現存する建物一杯の、長さを占める。 回廊北側の退職堂暖房室、その上の大寝室は現在では崩壊して、減損していない。かつて修道院長室と言われ、現在では、西武室係の寝室ではないかと言われている小部屋は、回廊の東炎の南端の上に、屋上テラスに張り出して位置する。中央のシンボリックな戸口は存在せず、入り口は、教会道西正面の南側にある、 南側路につながる、修道仕様のものと、西正面の北側にある、助修仕様のものの2箇所のみである。他の市東会の教会堂の中でもこの都口の構成は少なく、特徴的と言える。ファイル、ルトロネ平面図 -01png ルコレビュジエガラトゥーレット修道院の設計に際し、 設計依頼主であるクチュリエ神父の指示により、ルトロネ修道院を訪れ、多大な影響を受けたことが知られている。1964年には、南仏やアルジェリアで活躍した、建築家であるフェルナン・プイオンによる小説、アライン氏が刊行されている。12世紀に、ルトロネ修道院を建設した、建築交渉。 業務バルスという架空の修道士を設定し、この修道士の綴る日記という形式で修道院の建設や信仰の問題を描いている。プイオンは1967年にルトロネ修道院を含む3つの首都会建築の実測図集も出版している。ありがとうございます。